皆さんこんにちは、ビーレジェント大林です。今回はですね、ちょっとマニアックなトレーニング解説ということで、三角筋後部と僧帽筋チューブ、あとは菱形筋というか、筋肉を鍛えるパウエルレイズという種目を紹介していきます。2020年にコーチについてもらって、減量した時にコーチから教えてもらったトレーニングなんですけども、英語で調べないと動画が出てこないくらいちょっとねレアな種目なんですけども、やってみてですね、非常に見た目以上にきついで効果的なトレーニングだなと思いましたので、ぜひね皆さんにやっていただきたいなと思ってご紹介をさせていただきます。三角筋後部のトレーニングになるので、やり方としてはベンチに寝てやるライングディアレイズと非常に似てますけども、ちょっと違うところもあるので、その違いをお見せしながら解説していきたいなと思います。こういう形でベンチに寝ていただいて、この肩から先をベンチから出していただいて、手を地面について体を安定させます。で、上げたところから下ろして、上げて下ろして、上げて下ろして上げて、という風にやっていきます。ライングリアレイズと非常に似ているんですけども、パウエルレイズの場合は腕は伸ばしきったままやっていきます。ライングリアレイズだとね、こう手が正面じゃなくてこう横を向いて、こう肘を曲げてねやっていくっていうパターンが多いと思いますけども、パウエルレイズの場合は手を正面に向けて肘を伸ばしきったまま大きく動かしていきます。真上に来るまで上げちゃいます。ライングリアレイズの場合は三角筋後部から負荷が抜けないように上げきらないでやるっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけども、パウエルレイズの場合は大きくダンベルを動かして、三角筋後部だけじゃなくて僧帽筋チューブですとか菱形筋といった、肩甲骨を動かすような筋肉も一緒に鍛えていくというトレーニングになるので、大きく動かして真上まで上げる、真上まで上げる、で下ろす位置はもうここから自然にもう腕をまっすぐして下ろしていけばこれで大丈夫です。特にこうあまり上の方に下ろすとか下の方に下ろすとかしないで、もう自然にもう真下に下ろしていく、肘を伸ばしたまま真下に下ろしていくという形でやってみてください。真上までね上げてくると三角筋後部から負荷が抜けちゃうんじゃないか心配になる方もいらっしゃると思うんですけども、やってみたら分かるんですが、意外とね負荷は抜けません。大きく動かす分かなり負荷が高い種目ですので、普段ライングリアレイズやってる方なんかはライングリアレイズの重量よりもちょっと軽めの重量でやってみるようにしてみるといいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。